どうもハチです。今回は妖怪役スペシャル一箱、妖怪役 Y メダル、まあ新しいやつですね。一番。それを一箱、まあ10パックですね。どっちとも。はい、まあ分厚さは違うんですけど、まあ同じ10パックです。まず妖怪役スペシャルからまあ開けていきます。まず1パック目いきます。何が出るんでしょう。お、なんか。いきなりなんか闇閻魔出ましたよ。はい、これが表ですね。かっこいいですね、これ。裏もかっこいいです。はい、すごいですね、1パック目から大当たり。多分大当たりです。2パック目いきます。あ、またちょっと当たりみたいな。白州&秋のりというやつですね。はい、これが表で、これが裏です。3パック目いきます。あ、外れですね。袋、これが表ですね、これが裏です。じゃあ4パック目いきます。あ、こっちだ。あ、外れですね。土雲出ました。土雲、はい。あ、間違え、これが表で、これが、あ、これライトサイドですね。これがシャドウサイド。はい、めっちゃ雲ですね。行きましょう。あ、また外れですね。え、土の子。なんかロボットみたいな土の子が出ました。これライトサイドで、ね、多分こっちシャドウサイドなのかな。多分、はい。行きます。お、あ、大釜が出ました。土蜘蛛に並ぶあの超強力妖怪です。はい、こっちライトサイドで、こっちでシャドウサイドです。なんか思いっきりカエルになっちゃってますけど、まあその辺は気にしないで。あ、また外れですよ。おお、百鬼姫。こっちがライトサイドで、多分こっちがシャドウサイド。なんか外ればっかりする。あ、あ、当たりです。なんか、あ、これあれですよね、妖怪ウォッチ1っていうゲームで使えるやつですね。はい、こう多分当たりです。ルビーニア、こっちが表で、こっちが裏ですね。はい、結構当たり出ますね。あ、外れです。あ、ライオトン、ライトサイドで、こっちがシャドウサイドですね。はい、あ、残り1パックです。いきます。あ、お、なんか赤いですよ。お、空天が出ました。空天です。シカの方が良かったかもな。あの、こっちが表で、こっちが裏ですね。はい、はい、じゃあ妖怪アークスペシャルを終えて、妖怪 Y メダルの方に行きたいと思います。こちらは一番新しいので、まあ期待できますね。何が出るか分かんない。メダルですからね。お、いきなり獅子王が出ました。これ表しかないんで、はい、獅子王です。星4ですね。星4です。はい、2パック目いきます。あ、お、もやの目。なんか映画でなんか人食ってましたね。はい、なんか親の目、星1です。お、お、金です。ん、何こいつ。恋愛禁止の呪い。あ、これレジェンドのやつですかね。これレジェンドのやつです。結構レアですね、これ多分。星4です。多分めっちゃ強いと思いますね。これちょっとやばいですね、多分能力的に。あ、こいつあれじゃないですか、あのライドウメラ君とあの合体するやつ。シシグロカズマっていうやつですね。はい、星が2ですね。はい、次いきます。お、お、なんだこいつ。メテオゴン。ああ、あのなんか学校が変形して、こいつ隕石と、隕石なんですよね。でも星1ですね。なんか強そうですけど、はい、
中枢で弱いんだよ。おおお、なんかキラキラしてます。あ、剣豪ベニマルのなんか技ですね。なんかクレナキ一戦みたいな感じですか。星3です。お、メドゥーサです。レジェンド妖怪。はい、またさっきの技のやつでしたけど、今度はこの原型のやつです、本体の。はい、残り少なくなってきましたね。おお、バケーラですね。あ、星2です。はい、剣豪ベニマルと合体するやつですね。入れよ神。おお、なんかおお、なんかメラー&シシグロってやつですね。星3です。はい、最後。あー、もうダメですわ。あ、うんこですねトグロス。あー、下ネタです。はいはい、これで全てのパックを開封し終えましたね。まあ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 、良かったんじゃないですか。まあこの妖怪アークスペシャルでは、まあ一、まあこれがでかかったですかね、この闇炎も。はい、多分私の中の当たりはこちらの4点ですね。闇エンマ、白州アンダーキノリ、ルビーニャン、空天、この4点です。こちらは妖怪 Y メダルの方は、こちらですかね。はい、このあ、間違えた。メラ&シシグロ、クレナキ一戦、恋愛禁止の呪い、シシオという感じですかね。皆さんご視聴いただきありがとうございました。ではまた見てください。バイバーイ。